どうも、桃瀬です。さあ本日はドナルド・トランプ大統領を見ていきます。よろしくお願い致します。<laughs> いやー、来ました。ついにこのドナルド・トランプまで来ましたね。実は今、この動画を撮影しているのがですね、2020年の10月ということになります。したがってもう、アメリカの大統領選挙まで残り1ヶ月を切っているという状況なんですね。 もう最近ではねそれこそテレビとか新聞でアメリカの大統領選挙トランプとバイデンの対決の様子こういう感じですよっていうのがね日本にも伝わってきてますんでねいよいよ盛り上がってきたなというふうに実感をする日々なんですよね。また特にこのアメリカの歴史をねこれまでずっとやってきましたんでいやもうこれどうなるんだろうなっていう感じですよね。 もう大統領選挙終わってからこの番組を見られた方はですねまあその点はご了承頂い,いてこれはまだ大統領選挙の前にね撮影をした動画であるということをご理解頂ければなというふうに思うんですね。さあそういった中でこのドナルド・トランプ一体どういう人だったのかということをですねこの数十分にギューッと凝縮をして。 もう今日はね、ドナルド・トランプばりにこう大口を叩いていきたいと思いますよ。日本一わかりやすいドナルド・トランプ講座を目指してね、もう予告ホームランでいきたいと思いますんで、皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思いますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。 さあ今日はもうそういったことで早速行っていきましょうドナルド・トランプアメリカファーストだとねアメリカファーストドナルド・トランプの印象皆さんどうですかこう海を隔ててね日本から見ているといやなんだかもう過激なことを言いまくってねもう移民はあっち行けだのねもうコロナウイルスは中,中国ウイルスだとか言ったりねもうなんだかもうそのたんびもうしっちゃかめっちゃか周りとお周りを攻撃しまくってそれこそ民主党もこう 国内ではこき下ろしてるしメディアはふざけるフェイクニュース、フェイクニュースのオンパレードでやってるしね これアメリカが壊れちゃう以上にこれ世界もどうにかおかしい方向に向かってっちゃうんじゃないのね。そんな中でこの大統領を選んだアメリカっていう国は一体何なのよとまあそういうふうに思う方も少なくないと思うんですけれどもそれがそうじゃないとこれはあむしろトランプ大統領の出現っていうのはですね歴史の必然でもあるんだとこの点が今日のポイントなんですね。もう特にねね前半この、ね、50歳ぐらいまで、まあ すなわち大統領選挙に出る前までの人生を見るとですねああこの人ならそういうことをやるわということもねこうスーッとこう入ってくるものがあるんですねということででは早速ですねこのドナルド・トランプ大統領の老いたちから見ていきましょうということになります生まれは1946年ニューヨークに生まれるということで本日の主な舞台はですねマンハッタンですよもうニューヨークのマンハッタンと言ったらね もうキラキラとネオンが光るドンドンとビルが立ち並ぶ日本人が「うわ行ってみたいニューヨーク行ってみたい」っていうね憧れるあのマンハッタンということになるんですね。でニューヨークに生まれてでこのドナルド・トランプのですね一つのポイントは「ワスプ」ではないっていう点なんですね。いや「ワスプ」って何ですかっていう話なんですがまず「W」これはホワイトつまり、えー、白人だっていうことですね白人である。で AS の部分はアングロサクソンです。 民族系の話ですね民族の話でアングロサクソンというのがあってですねそのアングロサクソンの AS で P がプロテスタントこれは宗教の話ですよねプロテスタント系、まあ、すなわち白人でアングロサクソンでプロテスタントこれが我々がね、えー、まあ一般的にイメージをするアメリカ人ザ・アメリカ人という感じなんですね。でこの AS の部分アングロサクソンではなかったのがこのドナルド・トランプということになります。じゃあ一体 何系のの人なのよというとですね、えー、おじいさんおじいさんがその名をフリードリッヒと言ったとでこの人がですねドイツから新移民でやってきた人だったんですねアメリカにやってきた人だったとなのでこのドイツ系の人だということになるんですねへえそうなんだという感じしますよね。ででこのののの祖父父フフリリードドドッヒの息子の父親がフレっっていう人だったんですねドナルドトランプの 父親はフレットで,でこのフレットがですね主にはです、ね、この中産階級向けにアパートを建ててです、ね、それを賃貸に出す、まあ、こういったあ、まあ、事業をやっていたということなんですね。なのでこのマンハッタンのど真ん中でドカーンとこうなんかでかくやるっていうよりは、まあ、ややニューヨークの周辺の部分で,です、ねまあ、そういった不動産業を営んででもだいぶもう成功していますよっていう人だった さあではこの父親のもとで家族構成はどうかというとですね、まあ、父と母がいてで子供はですね5人いたんですね。 5人いて、男3人女2人という構成で,で順番としては4番目だったんですよ四番目男としては2番目次男に生まれたのがこのドナルド・トランプでありましたということなんですねで兄貴がそういった形でいましたので兄貴がフレッド・ジュニアと言ったでこの人がですね実はもうアルコール依存症で亡くなっちゃいました、ね、アルコール依存症で亡くなっちゃってですねまあその反省もあったんでしょうこのドナルド・ナルトランプに言ったと酒と酒タバコ ここには触れるなよとね。危険なもんだぞということなんですね。アルコール依存症もね。まあ、本当に立ち直るの大変なことだっていうのはねまあ。最近のニュースでも出てますからね。 もうドナルド・トランプもですね、酒とタバコはやめようとねそれだけじゃなくてですね、まあ、ドラッグはもちろんやらないけどコーヒーも飲まないとねもう健康にはね結構もうその時から気を使っていたらしいですよもう周りの優秀な人たちがですねこういった酒とかタバコとか、まあ、そういったもので人生を台なしにしていくのを見てですねもうそういったものにすごく気をつけるようになったという話があるんですねまたあ小学校を出てですね このニューヨークミリタリー・アカデミーに転入をするというのが一つこれまたポイントなんですね。でニューヨーーーヨクミミリリタリーアカデミーとは、まあ、簡単に言うとですねこれは陸軍の幼年学校もう軍隊ですよ軍隊を養成するもうそのお学校にねここでもう転入をするんですね小学校出た辺たりなんですよ。というのはもうねこの小さい頃からもうやんちゃで素行不良ですよ。簡単に言っちゃえばもう素行 お、ね、親父もだいぶ手を焼いてもう少しまともにねこう規律正しく生活してほしいっていうことで、ね、ここ行けっていうことを言ったんですねでここに行ってで、その後は大学も行きますね、フォーダム大学っていうところに入学をして1968年にはペンシルベニア大学卒業。えー、と。 ね、ペンシルベニア大学といったらもう IB ーリーグでねばっちり名門の名門中の名門じゃないですかっていうことなんですよね。 頭はやっぱりいいですよということをね、やはりここでも、まあ、言いたいところなんですが、まあ、この点も、ね、いろいろな説ありということで、ね、ペンシルベニアにこの、まあ、転入する時にですね、転校する時にですねなんか替え玉があったんじゃないかとかね、そういう疑惑もあるちょっとね、今日のドナルド・トランプはね、まあ、こうやって概略を皆さんにこうお話ししますけどもどこまでが本当で、まあ、どこまでがフェイクニュースなのかねそれこそね、わからないところまだ多分にあります。 そんな中でもお話し,しますと、ねえー、いうことでぜひお願いいたします。でこのひとまずねこういったことでいきましょうペンシルベニア大学を卒業をしてでここで、えー、経済学士,号学士号をここで取るんですねで学士号を取って、えー、経営学を学んでその経営学をもとに親父の会社に就職をしましょうということになりますよ。 この不動産業を営んでいた親父のもとでですね、まあ、経営も学んでそして1971年には親父からね「よしもうちの会社もついでいいぞ」ということを言われてですね経営権を引き継いで社名も変える。 トランプ・オーガナイゼーションねねこれは今もそうなんです、ね、トランンプオーーガナイゼーションという会社をおじゃあ展開していきましょうということになりますではここから何やったのよということなんですがここでですねドナルド・トランプは思うんですねいやもうこのね親父のまの、あ、不動産業この延長で言っていたらちょっと違うなってね やっぱこのニューヨークのど真ん中でもっとド派手にやりたいぜってねもうこの頃からあるわけなんですよそういった思いのもとにですね社名変更をしてから数年後例えばこういったことをやりますということなんですね、まあ、ニューヨークのマンハッタンのですねもうほぼど真ん中にですねグランドセントラルステーションっていうねもういかにもこういい駅があるんですよもう写真がこれ絶対映えるなっていうねここで写真撮りたいようなね、まあ、そういう駅があってでまあその駅自体は 素晴らしい歴史のある駅なんですけどもその周辺がですねまあ、ややちょっと淀んだ空気って言いますかねまあ、大都市特有のなんかこう荒んだ空気がその時はまだあってですねこのコモドアホテルもそうなんですよなんか天井は低いしちょっと暗い感じするしで外側にはなんだかもう落書きされてるしこれちょっと治安的にもどうなのみたいなねそういったホテルだったんですねでここをよし買収しようと一発も違うことをやってやるぜということでね 新しい建物、ホテル建ててやるぜということを思いついたのはこのドナルド・トランプだったんですねいや、周りはもうそう反対ですよもうそんなとこ買ってもね絶対ダメじゃない今も全然お客さんあそこのホテル入ってないよっていうねただこれやりますよとドナルド・トランプやりますよと言ってですねもうそれこそこの古いレンガ造りのホテルをねガッシャコーンとやってですねもう総ガラス張りもう近代的なねピッカーンっていう。 できちゃっったなっていうのをやるんです、ねでまあ当時はですねまだそういったホテル経営のノウハウっていうのはなかったんでねそのホテル経営に関してはノウハウを委託しながら今ではこのグランドハイアットニューヨークっていうことでねまだこれ、えー、豪華なホテルでねあるんですよこのグランドセントラルステーションということでねぜひ皆さんもねニューヨーク行った時にはこのトランプタワーとともにグランドハイアットを ニューヨークもあそういった歴史があるんだなということでね見ていただきたいなというふうに思うんですよね、まあ、こうやって古いところをお、まあ、手を入れてですね新しい都市を再生していくこの手法でね基本的には繰り返し繰り返しで何回もこうやっていくんですね。 古びた区画を割安で購入をするといやこの辺のまあ地域ときたらなんだかねもう建物も古いし空気もよど,んよどんでるしというところに目をつけてですねここを安く買う。そしててまたおなじみのピカーンっていうね ドーンっていうこういうビルを建てるんですねまあそうやって大きなビルを建てて都市の再生を図っていくそうするとですねやはりいい面はかなりあるんですよこのホテル新しいホテルをグランドハイアットをね建てた時もそうなんですよこうやって新しいものができるとまず物理的にそうガラス張りとくればそれは明るくなりますよね光がピッカーンとこう差し込んでですねただでさえこう空気がなんか淀んでいたようなところが光が差し込んで夜だってまあそれこそね えまあ伝統だのなんだのいろいろな光がね反射してなんか綺麗に見えるぞっていうねでその効果もあってですね治安だってどんどんと良くなっていったとでそこに入る人たちっていうのはですね基本的には富裕層なんですよ富裕層がまあそういった新しいね大きな建物とか入ってですねえ人の集まりもできてくるとでえその地価も上昇するぞって,ってねでこうやって都市の再生まあ今でねいうところも簡単に言うとまあ不動産開発ですよね不動産開発もここで えー、どんどんとやってきますよね。ニューヨークでやってきますよっていうのは一つの手法なんですけどもまあそれがですね、えー、いい面もあるんですが悪い面だってあるということになるんですね例えばそうやって富裕層には人気ですね、えー、この今をときめく最先端の人たちには人気のスポットここに作りましたつっ,ったらねそれはみんなそこに行くじゃないですかね だ例えばちょっと一昔前だったら六本木どんどんどんとねこういろいろできてるんで六本木おしゃれだと言ったらね六本木ぐグワーっと行くしでオリンピック、うん、この開催に向けてこの湾岸エリアにバンバンとこのタワーマンション作りますよと言ったらねその辺の地下だってバコーンと上がるしね富裕層の人がそこに向けてどんどんとこう住宅を買いに行くという現象と同じですよね。そそうやっっってて富裕層ののの人人がががが行ってこうそのエリアがししかかりと再開発をされる人気の地域が作られるる気地域作ら 一方では。 あそこで、えー、虐げられていく人たちがいるっていうのもまた事実なんですよね特にこのマンハッタンっていうところはですね、えー、まあ高齢者も当然にいるし子供たちもいるねで、えー、特にですね若い人の中ではこの作家さんとかねで芸術家だ美術やる人たちですよね絵を描く人たちなんていう人たちが非常に多くてですねそういった人たちがそういう高級住宅とかに住めるかっていったらそうじゃないんですよこうむしろねひっそりとこう やりたい人が多い人多んですよねひっそりと何かこう物に隠れたようなところでね自,自分の世界に没頭するっていうね、まあ、そういう世界ありますからねでそういった人たちがね徐々に徐々にこう寄せられていっちゃうっていうことになるんですね。で、マンハッタンがこう今もね我々のイメージとしてピッカーンとーなんか光るものがあるな華やかそうだなっていうイメージねの裏側ではやはり多くの人たちがそこでね何か違うんじゃないかという思いを抱えながら見ているということも忘れてはいけない事実なんですよね。 あそしてこのトランプと言ったらですねもうとにかく自己顕示欲が半端じゃなく強いねもう控えめに行きましょうみたいな日本的な発想は全くないんですねもう俺が俺がっていう人ですからもうね自己顕示欲がすごくてですねありとあらゆるところに自分の名前を出したいんですよもうトランプタワーですトランププラザですトランプマリーナですトランプなんちゃらですなんちゃらですという感じで もう自分が運営している、うんまあ、会社のですね、まあ、ありとあらゆる不動産とかねそういったものにトランプの名前をもう片っ端からこうやってつけていくんですね、まあ、特にこのトランプタワーは非常に有名ですよね。もうこのトランプタワンタワワーー金ピカだというふうに言われてね今でもねセレブの ーまあ、人たちが住んでるとビル・ゲイツであるとかあるいはハリソン・フォードとかビヨンセとかねこういったあたり住んでいるというふうにも言われてますよね。 観光名所にもななっているっているうことなんですよねさあこういったことでどん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 と調子が良くなってきたぞということでもう親父もすでにはるか向こうに霞んで見えてきたなという状態になってきたんですね。さあ,あとこの不動産業だけではなくていろいろなものに手を出していきましょうということになりますよ。ここから カジノもねやるしアメフトなんかに手を出してみたりあるいは航空産業なんかもやっちゃいますよってねもう多角展開トランプトランプトランプ、ね、トランプシャトルとかやってみたりねもういろいろ手を出してみたりするんですよ。しかしまあこれいつの世もそうですがうまくいく場面ばかりだとは限らないんですね。 こここで、まあこの辺りがですねもう大体80年代から90年代にかけてという話なんですけどもこの90年あたりでですね苦境にに立たされるとということになりますよもうねカジノももうダメになっていくしもうホテルも倒産しちゃうしなんだかね奥さんにこう任せてたらね奥さんねもう経営の、まあ、知識も素養もないのにそういうのを任されてねうまくいくはずはないんですけどね、まあ、そういったあたりでもう苦境に立たされてですね軒並み事業がダメになって しちゃったなんていうことが一時あったんですね。まあ、その時に訴訟を連発していたという話ですよ。そうやって調子が悪くなったのはですね。もうメディアのせいだっつってね。 もうマスコミのせいだって言ってです、ねえー、この周りのメディアはここでも訴訟を連発すると、ねえまあ、なんかこの辺も今でも、ね、通じるような話ですよね、えー、そして、えー、まあなんとかそこからカムバックを果たしたということになるんですね、アメリカもこの辺りではクリントンの時代ですかね、クリントンの辺りでまたアメリカの調子が良くなってきたぞ、クリントンミクスっていうね、やりましたね、これも。もももうう一一回回トランプもこのの辺ででカカムバックすするんですねそして再びアメリカの不動産王にもう なるおおトランプと再生も果たしたかっていうねもうなんかね、ここまでこう見てきただけでもね、皆さん、このトランプ大統領のもう政治スタイルがですねここでもうすでに凝縮されていると私は思うんですよねもうこの都市再生ね、もう金持ちたちのために綺麗、えー、な街作りましょうねまぁ、あ、なんだか周りにはちょっと困っている人もいるかもしれないけどまあ知ったこっちゃないっていうね、まぁ、あ、そういう感じですよね あるいは「あここ苦境に立たされて訴訟連発してます」なんつってねもうメディアがもうなんとようが「うるさい」「もうこっちはこっちで好き勝手やらしてもらいますからね」っつって我が道を行くですからねでここでもバン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 と訴訟でも何だろうもう気に入らないやつはもう端っからもう訴訟でも何でも攻撃してやるぞとこういうことですよねでまた復活も果たすあたりねもう自ら復活をさせるとその言葉をですね選挙の時は今度はアメリカを再び偉大にするとこの言葉でやってくるということになるんですね。 まあ、ちなみにこの21世紀に入ってですね2004年これが結構有名なところですねリリアアテティィ番組アプレンティスこの番組で人気を博して司会兼制作者を務めたということになるんですね。アプレンティスというのは見習いという意味だということなんですね。で見習いがあ会社役員 デッチ暴行をしていってですね、まあ、どうやってそののし上がっていくか、まあ、視聴者参加型の番組だったっていうふうに言われてますね、まあ、私もこれね見たことないんで実際どういうものだったのかは分からないんですけども、まあ、そこで出てきた有名な言葉が「You are fire」「ね、お前は首だ」ねこれももう実際ホワイトハウスの中で後々やっちゃうっていうことになりますからねこのアプレンティスで「You are fire」「お前は首だ」をここで連発していたということで有名でありますということなんですね。 ちなみにこの「アプレンティス」という番組ですねもう一つ有名なことがこの後々ね後々シュワちゃんアーノルド・シュワルゼネッカーですよね「あのターミネーター」でおなじみのね おなじみですよこのシュワちゃんがですねカリフォルニア州知事もやりましたけどねこのシュワちゃんがアプレンティスの司会をその後々引き継いだっていうことがあったんですねでこのシュワちゃんがですねもうトランプ大統領になってからねこ仲が悪いんですよ仲が悪くてですねツイッターやら何やらでねもう攻撃をするとねそういう中でもうドナルドよとねこの職業を交代してくれないかねそうしたらもうアメリカ国民も安心して眠れるだろうなんて ってねまあ、そういった、ね、欧州だったただてしたんですよね、まあ、ドナルド・トランプ大統領ねそういった形でもう敵は四方八方にいますからねシュワちゃんともこう仲悪かったっていうことですよ。ちなみに,ちな,みになんですけどもこのシュワちゃんですね カリフォルニアの州知事はやりましたけども実際に大統領になれるまず資格があるかっつったらねないんですよなんでないかっていうとこのアメリカの大統領っていうのはですねアメリカ生まれじゃなきゃいけないとそういうルールがあるんですねアメ,リカルールアメリカ生まれじゃなきゃいけないっていうルールがあってですねシュワちゃんはオーストラリア生まれなんですねオーストラリア生まれでは、まあ、州知事にはなれるけど大統領にはなれませんっていうことなんですねで逆にこの点は を攻撃してやろうと思ったのが、このドナルド・トランプだったんですね。実は、シュワちゃんに向けてじゃなくてですね、あの、オバマ大統領ですよ。オバマ大統領、本当にアメリカ国内で生まれてんのかつってね。 出生証明書をちょっっと見しててみろよなんて言ってねハワイで生まれたとか何とか言ってるけど本当かみたいな形でね攻撃したのがこのドナルド・トランプがオバマに攻撃をしたということもこれまた有名ですということになるんですねさあこうやっていよいよじゃあね、えー、政界の方へ行ってみますかということになりますね政治の方に、えー、行ってみましょう、ね、これらを踏まえてということになりますよさあこの大統領選挙ですよ <laughs> ドナルド・トランプはですねもう こうして見て見きた通り、もう議員経験ななんんてないんですね。それまでの大統領はねほぼほぼもうどこかの州の議会議員を務めてで、アメリカのまあ上院なり下院なりの議員を務めてからあじゃあ大統領選挙出ました。 出ま,し出ましょう、ね、これがオーーソドックススなコースでしたよね。全然そういうのじゃないともういきなりやっちゃうぞっていうのがねドナルド・ナルトランプなんですねえ。実は知られてないかもしれませんけれどもドナルド・トランプが立候補を表明した2015年よりかなり前からですねこの政治に対しては相当に意欲があったというのがこのドナルド・トランプでもあります。例えばここ。 1988年にすでにですね、共和党から出馬を伺ってますね。 共和党だったんですねこの時はこの時は共和党を支持していて出馬を伺かったがやめるっていうことになってですねまた2000年にはこの第三の党にですね改革党っていうのがあってですねこここかからじゃあ出馬検討しててみようかっていうっいとを考えたんですねでも結局これもちょっと厳しいや、ね、めるか中止っていうことになりで2001年にはですねもうこのまま共和党にいてもダメだっていうことになってこれ民主党をく替えしようなんてこともあったしニューヨーク 九州の知事選だって顔を出してきた時があったということなんですよあそしてその後は再び共和党へということでねまあ、民主党時代だってあるし、えー、な,な,なんだか第三の党を検討した時だってあるしねずっと共和党で来た人じゃないんですねまあ、この点レーガンともちょっと似てますけどねレーガンも喫水の共和党というわけではなかったということですよねまあそうやって色々とねここで出たらいいかどこで出たらいいかっていうねそういうことを支援しながら調査会社 なんかもです、ね、こういろいろなこう調査を依頼してここでいけそうだというのが2015年立候補表明とということに至るんですねよしこれで一発やってやるぞとねここまで不動産王でアメリカの不動産王できたからついにもこの勢いでアメリカをぎゅうじってやるからなっていうねもうそれでところがまあ本人はそういうワッシャーなテンションでも周りからするとおいやと。 だいぶ香ばしい人出てきちゃったぞということになるんですねでこの大統領選挙っていうのはですね2016年に行われるね本選も2016年に行われるんですけどもそれまでの道のりというのは非常に長いんですねもう大統領選挙っていうのはですねもう1年半とか2年がかりで えーまあ、なされるものだと逆に言うともう候補者の人はねそれだけの試練をかいくぐれる人っていうことになりますよでそれだけの試練があってですねまずこの党内で指名されなきゃいけない共和党はあなたでいきますね本選は共和党はあなたで戦いますからっていうねこの指名をもらわなきゃいけないんですね。でこの指名をもらうのがこの予備選挙ということになるんでじゃあ立候補を表明したもう大統領選戦いますと言った瞬間からですねこの予備選挙にむ 受けて頑張らなきゃいけないとこういうことになってくるんですよねただこの時はこの共和党の中ですでに17名が立候補しているそういう状態だったんですねここは異例の多さだったっていう風に言いますよ共和党の中で17名いてそりゃまあその中にはね強者も歴戦のね強者もたっくさんいるんですよもうそんな中でこのなんだかアメリカの不動産王とか言ってね もう男性ホルモンバリバリのなんだかすごい、えー、コア元のやつが来たなっていう感じでね見られてもいやあれそうは言ってもね、うん、予備選挙勝ち上がるところまではいかないだろうと十七名も候補者いてねまあ言ってしまえばただの泡沫候補だなっていうねまあそういう見方されてたんですね政治経験はないしなんだか一応言ってみることは聞いてみたらすんごい極端なこと言ってるぞとねで人間として果たして信頼 するに値する人なのかそもそも人としてどうよってこういうことをもう早くもその時から言われてたんですね。でメディアからはもう。 静かなる反トランンンプキャンペーンをね、貼られちゃううんですよ。もうこんなやつがね共和党の候補者になるのはアメリカの恥ですぐらいだねまあ、そういうことを言われてまああいつはまあ、ほっとけゃいいやぐらいな感じになってたんですがしかし驚くことなかれとね2016年、えー、そうやって共和党の全国大会でなんと 予備選挙勝っっっちゃったのっていうねもうそこでも驚きなんですよね。もうこの共和党大会異例だっていうふうに言われてますよね。ブッシュ大統領とまたポール・ライアンってこれ下院議長ですよね。下院議長が不在の中。いやなんだか空気感がおかしいなっていうね。そんな中でトランプが勝っちゃったっていうね。で蓋を開けてみたら これね、ただの勝ちじゃなかったんですよ全国で1,400万票の票をどうやら集めてたらしいぞなんつってねこれはねもう共和党がそうやって予備選挙をやってきた中でも異例の多さだったんですね一体何が起こったんだと。 とんでもない何かが起こってるぞと今までの常識を覆すような戦いがここでなされているということにねにわかにアメリカの中でこう話題になるんですねまあまだその時はねそうは言っても本戦であのヒラリーを打ち倒して 勝ち上がるってことはま,あまだそういう節が強かった、まあ、なぜならばこれはねヒラリー・クリントンっていうのはね弁護士もやって、まあ、地方政治もたけてですね大統領夫人だとねあのクリントン大統領の夫人でオバマ大統領の時には国務長官もやった人ですからねもうそれまでのばっちりエリートコースを歩んできたあのヒラリーとこの野暮ったいなんだかドナルド・トランプなのな なんだろうと戦ったら、まあ、それはね。 もうう結果は日を見るより明らかだろうと思っていた実際に世論調査をやってもあるいはメディアの報道ももう軒並みヒラリー・クリントンですと言ってたんですよ言ってたしかしまあこれも蓋を開けてみるともう開票日のねもう蓋が開いてもう徐々に徐々に票が開いてくるとこれが衝撃の結果だったっていうことなんですねもうこれはアメリカのみならず我々も知るところ世界も知るところで2016年になんと このドナルドトランプがここで勝ち上がります。ドカーンってね。世界がひっくり返る一体何が起こったんですか？っていうことなんですよね？